エディオンでは家電販売だけでなく、調子の悪くなった家電品についてもおもてなしの心でお客様にご対応いたします。当社はご購入いただいた商品をお客様に最良の状態でより長く使い続けていただけるようアフターサービスに力を入れています。全国に訪問修理対応拠点が約100箇所、持ち込み修理対応拠点が8箇所ございます。お預かりするときに商品の不具合についてお聞きします。中には修理サポートでお預かりしなくても本体操作で直る場合がございます。お気軽にお尋ねください。修理でお預かりするときは商品により修理金額が固定された安心の定額修理と見積額をお伝えした後行う見積修理がございます。関西圏の店舗修理を管轄している尼崎持ち込み修理センターを見てみましょう。関西の営業店約110店舗でお預かりしたほぼすべての修理品が集まります。1日に約200件から多い時で約300件の修理品が持ち込まれます。当社で修理を行うことで1日でも早く直してお手元に届けられるように日々取り組んでいます。お客様をお待たせしないように問い合わせ情報を収集して多くのお客様のご依頼を受けられるように日々取り組んでいます。全国で約100拠点自社サービスマン約230人が訪問いたします。即日訪問も可能です。安心をご提供するため名刺をお渡ししています。現在お客様とサービスマンの安全と健康を最優先で考え、感染症対策についてのご説明を行っています。ご自宅での修理となりますので、お部屋を汚さないようにシートで養生します。できる限りすぐに直すことを心がけておりますが、部品が必要な場合、再度お伺いする場合がございます。修理品を移動させた時のホコリやゴミ、分解した時にしかできない箇所の清掃を行います。お客様へ交換した部品や修理内容のご説明をいたします。伺ったサービスマンの修理応対について評価をお願いするためアンケートはがきをお渡ししています。記入・投函していただいた評価をもとに今後のサービスマンの成長につなげていきます。エディオンは快適な生活をご提供できるように日々精進してまいります。これからもエディオンをよろしくお願いいたします。